はい、質問。はい、今回は2ブロックのツイストパーマですね。で、ツイストパーマっていうのはもう昔から人気があるんですけども、今回のは強めですね。で、毛先の方がカラーが残ってまして、根元が黒い、これがまたよくて、なんでかと言いますと立体的に見えるっていうことですね。根元が黒い方が毛先の動きが見えやすくて、で、今回強めにしてるのはグリグリ感を出したかったので、強めにしました。で、2ブロック部分は3ミリ入れまして、立体的に見えるように伸びてきても馴染む感じにしてます。で、パーマの持ちはまあいろいろあるんですけど、個人差ありますけど、だいたい2ヶ月ぐらいは持ちますので、結構楽しめるんじゃないでしょうか。根元がやっぱり伸びてきますので、おおよそですけど2ヶ月ぐらいがパーマの目安です。ここ3ミリ、2ブロック部分3ミリですね。お試しください。